SYK と書いて、サイと言います。どうも、サイチャンネルのサイです。このチャンネルでは、映画の最新情報、復習考察、こねた感想を中心に扱っています。今回は MCU フェーズ4ドラマ、シー・ハルク・ザ・アトーニーの第1弾初見解剖をしていきます。この動画は、シャンチー・テンリングスの伝説、スパイダーマン・ノーウェイ・ホームのネタバレを含みますのでご注意ください。他にも、マーベル関連動画を出していますので、そちらもぜひ見てみてください。それでは早速いきましょう。さて、ついに解禁となった MCU フェーズ4ドラマ、シー・ハルク・ザ・アトーニーのポスターと予告。ポスターでは、バッグとスーツ、ヒールを履いていることから、彼女がキャリアウーマンであることが一目でわかり、ホークアイのような師弟関係、ミズ・マーベルのような明るい作品になることが予告で伺いました。また、その予告では、その姿は確認できませんでしたが、今作にはウォンも登場することが確定しており、これで彼がフェーズ4作品に登場するのは、これで4作目となります。もはやフェーズ4は、ウォン・シネマティック・ユニバース化していると言っても過言ではないでしょう。今作の主人公、ジェニファー・ウォルターズは、恋、仕事の両立に奮闘しているような印象を受け、シー・ハルクとなったことで自分に自信が持てるようになったことが、予告ラストのマッチングアプリの怒涛のライクスワイプから伺います。予告冒頭では、車が横転する交通事故のシーンがあるため、主人公、ジェニファー・ウォルターズがこの事故で重傷を負い、ブルース・バランの輸血によってシー・ハルクとなると思いましたが、予告41秒あたりのシーンでは自身の顔が緑になるのを車のボンネットで確認しているため、この交通事故時点では彼女はすでにシー・ハルクになれる能力を有していることになります。彼女は原作で自身の母親を殺した犯罪組織の襲撃にあったことで重傷を負い、いとこのブルースの輸血によってシー・ハルクとなっています。ですので予告8秒のシーンで一瞬だけ確認できるコアムテの集団がその犯罪組織なのかもしれません。そして予告41秒の車のボンネットで自身の顔の確認をするシーンは、輸血後初めて自分がハルク化できることを知ったシーンであると考えられます。予告30秒のシーンでは、とある施設に閉じ込められているアボミネーションことエミル・ブロンスキーの姿。アボミネーションはシャンチー・テンリングスの伝説で登場しましたが、エミル・ブロンスキーの状態で登場するのはインクレディブル・ハルク以来。シャンチー・テンリングスの伝説の時にはウォンと闘技場で戦った彼ですが、戦いの後は比較的仲のいい関係のように思いました。そしてウォンはスリングリングを使い、彼を別の場所に連れて行きましたが、その時の移動先が今作に登場する施設であることが予告で判明。しかしここで気になるのは、なぜ今作で彼が人間の姿に戻っているのかということ。予告では怒りと恐怖で変身するとブルースが発言。ブルースの血清投与後のエミル・ブロンスキーが、これまでの MCU の歴史の中で登場したのは常に彼が興奮状態にある時だけでした。ですので彼も平常時は人間の姿に戻れるのかもしれません。もしくはブロンスキーがいた施設とブルースがジェニファーの訓練をしている施設が同一の場所であれば、ブルース自らブロンスキーに人間の姿を保つ訓練を施した可能性も考えられます。次は訓練に関して。おそらくブルースの輸血によりシー・ハルクとなったジェニファーはブルースに力の使い方や変身論の指南をしてもらいます。38秒のシーンで互いに向かい合い禅のようなことをしていますが、これはインクレディブル・ハルクでブルースが苦戦していたことです。また47秒のシーンでは、ソーシリーズに登場するような殺人マシンで訓練を施すド S ブルースバナー。1分15秒ではおそらく跳躍力を試すべく、ブルースとジェニファーが高々とジャンプし着地するシーンが確認できますが、ブルースはもちろん片膝と片方の拳を地面につけるヒーロー着地ですが、まだ初々しいジェニファーは相撲の構えのような着地をしているのもにやけてしまいます。次は法廷対決。今作の予告でも明かされたように、ジェニファーは新設された超人法専門の部署の弁護士。弁護士というワードを聞いて連想されるのはデアデビルことマット・マードックです。彼はこれまでデアデビル、ザ・ディフェンダーズなどのネットフリックスドラマでのみ活躍していましたが、スパイダーマン・ノーウェイ・ホームでサプライズ登場を果たし、今後の活躍が期待できる弁護士ヒーローです。原作でジェニファーとマットはキャプテンアメリカ関連で法廷対決をしています。ですので今作のサプライズ登場はデアデビルだと個人的には考えています。ネットフリックスドラマデアデビルのあらすじや登場人物などの解説動画は別でアップしていますので、ぜひそちらをご覧ください。次は能力。シー・ハルクの能力はハルクのように桁違いのパワーや跳躍力、変身などですが、ハルクにはない能力を有しています。それがボディスイッチ。彼女は原作でとある成人の訓練により自身の身体的特徴や能力を別の存在と交換することができます。おそらく今作の中でこの能力を使用することはないと思いますが、今後の作品でこの能力に目覚める可能性はあります。
はい、いかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんの感想や考察もコメントで教えてください。チャンネル登録、コメント、高評価、ツイッターの方もフォローお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。